もう何階段 YouTube の YouTube のことそれ。そう、そう。まっ、いや、だから、YouTube は。いや、だから、やってもないこと、うん、はい。いや、だから、その、実際、なんだろう、その、人気な人のことと、互角のことをやるとか、うん、まあ、とりあえず、あまりでかい目見てさ、ショックがあるから、毎月1万円稼ぐところ、まず目標を決めて、うん。でも、このさ、パンパンパンさんもさ、やってもないことはなぜ無理だと言い切れる、あなたは神様ですって話が全然違うんだよな、この YouTube のことに関して僕が言ってることと。あ、だからビジョンが見えないって話や。だから、あの、僕が言いたいのは、甘くないよって話ですよ。だから、うん、その、稼げないなっていうのはさ、1年間頑張ってやったけど、やった後に、1年間結構頑張ったけど、全然稼げなかったな、ならわかるけど、まだ動画6本、7本しか出してないのに、稼げるわけない。当たり前だよって感じ、俺から見たら。でも、いや、うん、稼げるんでしょう。確かに。その。だから、例えばね、うん、例えばね、おーちゃんだって、初め動画300本ぐらい作った段階で全然稼げてなかったわけよ。300本作って登録者何人ぐらいでした？いや、だから全然ダメだった。で、その時に俺のライブに来たのよ、おーちゃんがね。ほ、うん、いで、その時にスズメバチの動画だけ伸びてたわけよ。ちょっとだけ。その頃全然ダメで。うん、で、うん、ああ、スズメバチ伸びてるねーって、スズメバチの動画でやったら伸びるんじゃないのなんて話をしてて、で、その後覚醒したわけよ。だから、今人気になってる人だって、初め300本ぐらい動画出しても全然ダメだったわけよ。うん、マジで高橋さんの教え子だったんですか？教え子というか、じゃあ、たまたまライブに来てただけ。ちょろっとね。うんでもこうやって俺がバシバシ言われるような話題結構みんな好きですね。だから盛り上がってる。いろいろみんなもいろいろ考え、いろいろ考えてこうちゃんと打ち込んで、吉田さんなんてよく考えて言ってくれてるもんなこれ。いやだから心配してんだよ神田さんのこと。吉田さんには感謝ですよ本当。おお。おお。そうだからやりたくなかったら陽介みたいにやりたくないでもいいと思うよ。うん、ただ、どっちみちだったら、俺は、そのね、その、カメドンが、おーちゃんみたいになることは難しいかもしれないけれども、1年間頑張ったら、月に5万円ぐらいは稼げるんじゃないのっていう話です。頑張ったらね、月5万円ぐらいの副収入にはなるかもしれないから、やるんだったら協力するよって言ってるわけ。それをカメドンが、だってやる前からそんなもん、動画7本作って冗談でねってブチ切れだってさ、もうこっちだってこんな、あれを。でもこれはあれ高橋さん、この高橋さんのこの話をみんなありがたがいかって聞いてますよ。バカにすんなよ俺を。いや俺はびっくりなんだけどさ。なんかみんなをみんなをバカにしてんのか、神戸一生懸命バカにすんなよ。いやそんなことないけどね。そんなことないけどね。うん。あでもまあ、うん、こういう話はあれなのかな、好きなのかな、みんな。いや、だからみんな、マジなんだろうな。要するに、俺もちょっとゲーム感覚っていうか、のこと、困ってる人だし。絶対そうですね。いや、だから、じゃあ、あの、あなたが、ね、今日絡んだじゃないですか。昨日から絡んでる、その、ジョーカーさんにおせっかいばっかり言ってるじゃないですか、亀戸さんも。おせっかいなんか言ってないよ、俺。おせっかい、まず、コメントばっか書いてて。まず電話で。何いや。おせっかいを亀戸に言ってるだけなんだけどね。ああ。そうそう。でも俺が書いてる内容って向こうが反発しないようには反発っていうかその向こうに言ってるってことをちょっとこうぶらして書いてますよね。俺それすごい意識してんだけど。あ、気使って書いてるでしょ。あのその人に直接言ってるんじゃなくて他の人に言ってる体でこう言ってたりとか、うん、俺その辺は結構気使うんだけどな。そうじゃないですか、うん、結構今わかんないけど、うん俺の場合はここにちょっとカジノ5分でいいから上がってこいって呼び出されてめちゃめちゃ説教されてっけど、うん、ごめんごめん説教なすかごめんね。あ、俺そう説教癖がある、うん、ある。師匠はものすごい良いこと言ってるよって、まあ、だからまあガツンと俺の
まあ、YouTube でも何でもいいから、お前の悪いとかいやそう、いつもやる前からダメだとか、ま、っていう話ですよね。というか、まず、今コロナで、あの飲食が、うん、亀野さんのさ、フィールドのさ、飲食が戻りづらいわけじゃないですか。要するに、亀野さんの慣れ親しんだその飲食業って20年やってきた仕事が、今ないから、別の業種に行かなきゃしゃあないわけでしょ。そうですね。だからそこはしゃあないから我慢して、まあ、月、はい、だから毎日働かなくても、まずアルバイトでもいいから、月15回ぐらいちょっときついけど、まあそれやればいいんじゃない？ああ、そうです。はい、パンパンパンさん、お疲れ。もちろん。お疲れ、パンパンパンさん、ありがとう。お疲れ様です。はい、すみません、ありがとうコメントあんまり拾えなくてごめんなさい。はい。ものすごい良いこと言ってるよっていう。うん、まあ、後で考えますわ、いろいろ。うん。どうしよう。え？いやいやいや、こういう話好き、結構好きなんだな、みんな。みんなだから、あの、いや、ある意味、亀戸も心配してんじゃないの？頑張って働きゃいいじゃん、みたいな。ああ、まあ、普通に多分働いてますよ。ほんの数ヶ月が経った後は。ああ、だから分かった分かった。あと3ヶ月休むのね。うん。うん、3ヶ月、まあ、来年からって言うんでしょ。来年からって言うんでしょ。まあ、ですかね。もうそのぐらいで話はあれかな。気分は害しました、亀の。僕の。いや、全然。まあ、それでお願いがあるんですけど。みんな楽しみに聞いてますよ、これ。はい、お願いがあるんですけど、お願いが。なんでしょうか。僕、前、亀野さんにお願いしたけど、無視してる人なんですか、亀野さん。前、亀野さんにお願いしたのに、全然無視してる。忘れてます。いや、忘れてないですよ。忘れてないですよ。やっぱしなんですね。これ何としてでもこれ自分の思ったことはこれ通しまくるこの粘り強さがあるんですね。いやいやいや違う。このまま忘れたままでもいいじゃないですか別に。いやだからカメラ。だよな本当に。いやだから俺が言ってるのは、俺もそのカメノンさんとの関係性をウィンウィンにしたいわけよ。ウィンウィン分かります？ほっとさらっと流すことできない人なんだな。はい。ごめんごめん、ちょっと性格強いかもしんないけど、カメノンさんとの関係性を俺、うん、ウィンウィンにしたいからカメの動画をくださいってお願いしたのに、はい、あのカメノンさんは無視してるじゃないですか。いやもう何て言ったらいいか分かんねえよ、壊れくると。あ、分かった、じゃあカメノン、分かった、俺がカメラ買ってあげるよ。じゃあカメラ、いやいいっすよ、いいっすよ。そしたら本当撮らなきゃいけねえもん俺。いや、そのってよ、カメラの金額に見合うもの。いや別に見合わなくてもいいから、俺がカメラに、じゃあカメラを買ってあげるから。それね、観客とかな、絶対ね、うん、高橋さんの性格だと一回なんか物を買ってもらったら一生高橋さんと下僕にならなきゃいけない俺は。あ、ちょっとごめん、今もう一回上がって。ごめん、ちょっと見てなかった。枝ちゃんか、枝ちゃん、もう一回上がって。枝ちゃん来た、もう一回上がって。見れてなかった、コラボ来た、枝ちゃん来た。もしもーし。あ、どうも。いや、ずっと聞いてたんだけど、いや、面白いなと思って。いや、カメドももったいないよ、あなた。こんな有料コンテンツをずっとさ、あの、タダで受けてるのに、なんてもったいない人だって思ったよ、私は。もうちょっと、ね。みんな関東ではね、高橋魚神とね、こうやって話すこと自体もうね、あの雲の上で、ね、もうなんていうの、繋がれなくてヒーヒー泣いてる人もいるのに、亀戸は幸せだなって思ったよ。いや僕は、うん、ちょっと話を盛り上げる。いや、関東の人間でこんなにいじってくれる人いないよ、カメドン。ありがたく思っとき。下手したら暇なんだったらあんたさ、やれれよ、琵琶湖まで行った方がいいわ、カメ持って。あの、ちょっと、じゃあ一回落ち着いてよく考えてみてくださいね、エダさん。今僕には何のメリットもないんですよ、特に。で、今僕を餌にして話は盛り上がってるんですよ。うんうん、
いやそんなことないって、私すごいなんか参考になって、あーなるほどねなるほどねって言って、いつもさラジオ代わりにちょっと 今も仕事中なんだけど、私はさあれだよ、動画とさこのメルカリのこんなさ背取り販売みたいんで生きてんだよ あんた。お金なんて旦那に7万円しかもらえなくて、うちの旦那の給料だって13万円しかないんだよね、夜夕方の5時からさ、パン工場じゃない、うちは麺工場だけどね、今ね人工透析でさ13万ぐらいしかもらえないのに、私7万円くれてんのよ。でその7万円で私やりくりして、でまして生放送をやって、で体も壊してさ、それで節約してさ、これから仙台行こうとかしてんだよ私1週間。いやー、まあ、これもな、ただじゃあやっぱり収穫ないと いけないからね、私もこう考えながら行くんだけど、まあ、安くさ楽しんでみんなにライブ放送を見てもらって、で、まあ、YouTube 撮れたらなとか思ってさ。いやコメド今仕事してないの？あ、僕ですか？してない、うん、いやだーんと何日してないのっていうか、どれくらいしてないの？やっぱこれマジで怒られるボタンじゃないですか。いやいや、怒らないけど、何日してないの、何日、何ヶ月、何年？4ヶ月か。え、変な話、高橋両親のところで仕事もらって給料もらえば、私だって大手じゃないけど大きな YouTuber の人 あの仕事してあれだよ、あのパーセンテージもらってんだよ、これでも吸ってってんだよ。だから YouTuber の下の下であれだよ、隙間産業だよね、高橋両親がこんなにあれしてくれんだから、亀一匹動画渡すとか、それで買い取ってもらうとか、まあ、言ってたよ両親さんが。私にいいガサガサでね、いい生物捕まえてきたらね、私の動画買い取ってくれるって、なんてありがたいんだって思ったよ。だからそれからさ、ガサガサ、うん、あのさ興味持ち始めて、私網買ったもん。で今回福島で内田ザルガニ見たら、内田ザルガニ捕獲してやろうじゃねえかとかって思ってるわけよ。もう買い取れとは言わないけどね、それ美味しいから自分のところであげるけどねもちろん。で高橋義信さんのところでただで宣伝してもらえばいい。エタちゃんが内田ザリガニ捕まえてきたっつってさ、いや私亀戸の動画見たけど、いや一発あげれば100回とか普通に回ってんじゃん、こんなあげてんのに。私100回マスに何日かかると思ってんの。いやもったいないって。それじゃなくても高橋ファミリーが見てくれてんだからありがたいじゃん。いやもったいないよ、ただそれだけ。あ、はい、ありがとうございます。今日、うん、あの動画楽しかったですよ、あの独特の雰囲気が、あの夜釣りの夜釣り、あれはね、もう悔しくてしょうがないの。だから今日、明日とか今日か、今日リベンジ行こうかと思って、くそーっつって、ま、私だって、ま、うん、デフォルトで30匹釣る女なのに今日1匹だよ、悔しくてしょうがない。でやっと股関節治ってさ、行ったらさ、あれだよ、一発目が一匹だよ、悔しくてしょうがない。もうリベンジ行くよ、今冷蔵庫にミミズ入ってっからさ。ただよし、あんな手前で釣っても無理じゃないですかね、ライトで喋ってて。いやまあね、そうなのよ、だから、うん、そういう知識があるんだったらもっと教えて動画にして、私に枝ちゃんにあの捧げる動画とかにしてくれよ、もっとあの流れの早いとこでさ、うん、魚を釣る、うん、お前が釣ってからものを言えっていう話よ、口だけは言えんだよ、うん、僕釣ってますよ、そう、ああいう、うん、だからそれを動画にすればいいのよ枝ちゃんが釣れない釣れないって悩んだから僕が釣って見せますって言って、仕掛けの作り方とか流れの早い場合はこういう風にしてってあのやってくれれば、私がうわーダメになったカメドンさんってめっちゃ宣伝するから、私もツイキャスとかで、うちも釣り仲間いるからね、こっちはね、東の中敷チャンネル友達だからね、言っとくけど。中敷さん知らない？カメドンさ、これを機に、エダちゃんとコラボちょっとやってよ。これ見たいんだ。本当だよ。ちょっと、近いやろ？いや、もう、あの、来てよ、ザリガニとか。勝負しようぜ。あそこで釣ってみてよ、逆に。あそこで釣ってみてよ。あの本当もうもうブサイクでどうしようもないやつだし、ちょっと人と会うの恥ずかしい。誰が？僕誰がブサイク？いやだ、私の顔見てから文句言ってよそれ。いやいや、私の動画見てんでしょ顔。いや綺麗でしたよ。こんなさ、なんかあのみんなからさメス豚めメス豚めって言われてんのに。いやいや、そんなことないですよ、本当に本当に綺麗でした。いや、あのブサイクでも釣り関係ないからね。
ブサイクでも関係、そんな顔なんか見て、あ、ブサイクじゃないの？俺ブサイクって今言わなかった？そうでしょ？いや、ブサイクでも関係ないから、魚釣れたら尊敬するから、別に。ああ、魚釣れなきゃいけないんだ。私は別にさ、男の顔見てさ、そういう釣りにあれ、興味なんか持ってないから。魚釣れる人が、やっぱり、興味を持ってる。うん。あと、やっぱり、一つね、こう、筋が通ってる人が。いや、何その筋って。いや魚に関するよ、魚愛ですよ。何言ってんですかね。亀に対する亀愛ですよ。そういうことはあれじゃないですか、なんか魚人さんアウトじゃないですか。いや、魚人さんは一本またいや、あやっぱり通ってるよ、通ってる。ふざけてるけど計算してちゃんと言ってるよ、ちゃんと。やっぱビジョンを持ってるよ、独特のね。だからみんなあれでしょ、見てるわけでしょ。で、現にカブラだって回してるわけじゃない。うん、あれマグレっては言わせないよ、あんだけ回って。でもですね、でもっていうか、その、本当にパートもやって、なんかこう隙間隙間で少しでも金になれば、なんかやっていくっていう、そのバイタリティは本当尊敬します。あのね、うちみたいに どん底まで落ちたらこうやるしかない。認知症のじいちゃんも死んで、そのうち旦那が人工透析で週3日もあれだよ、病院朝から夕、ね、午後まで行ってさ、で週に4回、それも、まあ、病気なのにあと5年生存率よ、5年生きられるかどうかなのに働いてくれてんだよ、金ないから。悪いじゃん。女房弁当管理してさ、で、まあ、釣りばっかしてっけど、これで、まあ、少しでも節約してって言ってやんなきゃ申し訳ないよ。でも私も潰れちゃうから、やっぱり好きな釣りをやるって言って、だからずっと釣りして旦那の小遣いで食ってるわけじゃなくて、こうやってずっと仕事しながらもなんか物販したりとかさ、まあ、節約してる、すっごく。多分亀戸なんか普通にキャリアで携帯代とか払ってるんじゃないの。私格安シムであれだよ、通信料1年間0円で、うちの Wi-Fi、 家の中 Wi-Fi ないよ。1個のスマホで10台つなげて、パソコンとスマホとあれだよ、楽天で0円で。でやめたんだもん、家は Wi-Fi お金ないから。家 Wi-Fi もやめて、固定とかもやめて、でその分3万円ぐらいだけど、あれで投資信託に入れて、あれだよ、未来にさ、その年利で食っていこうかなって思って、そういう節約をしてるわけよ。やっぱ人生設計考えないとあかんよ。僕パソコンが全く分かんないんですよね、本当に。マジか。私だって私の動画見てて全部スマホだよ。それで先週はスマホで？そうよ、全部キネマスターで10時間かけて、これスマホでやってんだよ。私地方行くとき多いから、地方であげたりとかしてて、でアンドロイドでも iOS でもスマホでできるから。で今ショート動画があって、今ショートやり始めて、で私が教えた友達の方がもう収益ついてんの、憎たらしいったらありゃしない。ショートでさ、私が教えてあげたのに、もう向こう収益ついてやんと、この野郎とか思いながら。でも私がちゃんともういち早くあれして、みんなにショート教えたよ。じゃあちょっと今僕が理解したのは、その YouTube に限らず映像の世界っていうのは割とパート感覚でお金が稼げるってことは今理解しました。だから魚さんのなんか亀の動画とかなんかちょうだいって言ったら、ガサガサしに行って、まあ、それが好きだったらそれをまあ、変な話さ、買いといてもらうとかさ、なんかそういうふうにあれすればいいじゃん。ビジネス持っていけばいいじゃん。亀どんやる気がなくて、やる気がなくて、矢沢の説教で聞いたかも。いや、4ヶ月私遊んでるあれだったらめっちゃ動画撮ればいいんだ。ただね、撮り方とか編集の仕方が分かんないだけだと思う。私も何人も編集教えてるんだけど、スマホ編集上げ方から基礎分かってないから多分できないだけだと思うよ。コインちょうだい、コインを。それが、私ね、1時にお迎えがだから、そんな喋れないんですけど、多分基礎が分かって、仕組みがちゃんと分かってれば多分楽しくてあげるんじゃない。でそれが回るか回らない
かでしょ。今お金が欲しい、まあ、あのもらえないからやる気ないわけでしょ。いやいやいや、お金は、まあ、まあしんどいんですよ、うん、結構動画撮るのって。あ、だからそしたらショートで回せばいいじゃん。だから言ったじゃん、女子さんが純也をやりなさいって、純也をやりなさいって純也やすで言ってたじゃん。それは違う人の話。枝ちゃん、モンティティ、あのね、カフノさんはちょっと精神的に今弱ってる状態でやる気がしないということみたいなんですね、おそらく。あ、でも薬飲んでんの？いや、まあ睡眠薬ぐらいで、そんなないですよ。私は睡眠薬欲しいぐらい、もらいたいぐらい。私も寝れないんだよ、朝になんないと。あ、ゆださんも寝れないの？うん、朝だって今日2時間しか寝てないし、昨日だってほとんど寝てないし、今日9時から11時で、なぞなぞで私友達に LINE で YouTuber からなぞなぞ来て起こされて、でそれから釣り行って生放送して、で、あれしたんだもん。あ、まあ今この野郎送ってくるのよ。うん、もう朝だって目覚ましで起こされるんだもん、仕事しろーっつって相手から。うん、うん、どん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 さ、で Amazon アソシエイトとかもやってるし、うん、大変だよ、うん、その人に売り上げ100万やるための影武者大変なんだからね。うん、売り上げ100万だって、私が100万稼いだら15万、まあ、あの派手な話ね、100万売り上げたら15万円しかもらえないけど、うん、そのために私もずっとこうやってやってんだから、うん、影武者になって。ああ、そうかそうか、編集ね、うん、まあ編集もそうですけど、あのその人が売りたいもののあれを全部管理して私が上げるんですよ、なりすまして。そういう分業制にしないと大手なんかやっていけないからね。これいいですよってヒカキンが言っても、ヒカキンが別にアソシエイト上げるんじゃなくて、その下の働いてる人が商品リンク貼ったり、ツイッターつぶやいたり返信したり、そういうことをやってるんですよ、分業で。一人がやってるわけじゃなくて、だからその分業の一人。うん、だそういうのはやる気があれば、僕は何が得意ですって言ったら、それを買って出てやるとかね。うん、まあ行けばいいんですよ、うん、今データのやり取りできんだからさ。話の半分がちょっと理解できない、うん、あ、そっかそっか、ごめん、機械分かんなかったんだっけ。うん、機械分かんなかったんだね。うんうんうん、あのすごさとか、その割とその、うん、インターネットで動画を上げるっていうのは身近なもんで、うんうん、そうやって稼いでる、もうパート感覚で稼いでる人も、うんうん、おられるってことがよく分かりました。いっぱいいっぱいいっぱい、よく分かりましたね、うん、それは分かりました。あれ、車乗れんでしょ。車ないですけどね、乗れますよ。ああ、ないけど乗れるんだ。え、じゃあオートバイ乗れるとか。あ、原付きならまあ乗れますよ。ああ、まあ、あ、じゃあいいじゃない。別に原付きで今、まあ、あれだよ、株買ってさ、釣りでやってる人なんか埼玉の小物釣りの人見てごらんよ、ママチャリですげえ回ってるぜ、子供乗せるママチャリで。埼玉の人めちゃくちゃ羨ましい。僕だってママチャリで雑木林でカブトムシ見つけてきますよ。そうそうそう、それだよ、それですごい回ってんだから。うん、まあまあそれはよく分かりました。あのね、アウェーなんだよ、もんでか、うん、か関東でバスの釣れるとことかね、関東バス釣れないから、そんなバサが行ったらさ、すっごいさ、あれで回るよ。もう関東は釣れない釣れないって言って、みんな血まなこになって探してんだから、バスとかナマズとか。もちろん炎上もするかもしんないけど、うん、いくら頑張ってもせいぜい40センチ台ですよ、40何センチとか、うん、あ、でも釣り好きなの？亀の前に。好きです。釣り好き。え、バス釣り？バス釣りや。まあバス、まあバスもやりますし、なんか適当に。うん、そういった。あ、そうだよね、そうだよね、うん。そうでしょ。知識があるんだからさ、うん、どんどんやったらいいに。で、水元近いの？そうです。まあ自転車で30-40分ぐらいですかね。ああ、まあまああそこら辺だったらでもいいとこあるじゃん。あ、そうだよ、江戸川の付近ついてんだもん。私の友達がお散歩坊ちゃんって、うなぎ釣っただけでもうなぎ回ってるし、青うなぎとか釣って、そう、うなぎね、伸びる、青、うん、うん、青うなぎ釣るまで帰れまてんってやってみなよ、すべ別に暇なんだからさ。アミドンやろうや、う
なぎ。テント張って青菜に釣れるまで帰れ待ってて面白いよ。めっちゃ回るよ。うん、それねさばいて食ってる。でスッポン捕まえてね、スッポンさばいて食べてたり。よくあれですね。あと江戸川風水放水路のマテ貝とか。ああのブルー赤西貝とか。なんだっけあのブルーシートでテント作って。うんうん、青子とか狙ってるやついる、うんうん、いるじゃないですか。うん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 。今僕無職だからこうなっちゃったみたいな感じで、うん、魚釣りやってたら面白いかなと思ったんですけど、いいんじゃない。もうホームレスになりましたって言ってで今日のおかず何しようかなっつって青子を釣ればいいじゃんこうやってあの中国のだってあれで 最大ねあの美味しいと言われる魚も釣りますって言ってさ、あれだよあの釣んなよあのでっかいのをさ、いいじゃん。でさばいて食べますって美味しいらしいよ。でも食べた人いたけど、私よく見るんだけど青魚の、うん、でも動画作ってても一発釣ったらいい。ちょっとぐらいは面白くなきゃいけないと思うと、もうそれだけで大変ですよね。いやいやいや、そんな高橋女子を真似ることはないの。そんなセンスないだろうに。うん、初めはなんか釣れたっていうのを出すべき。あすみたくまになりなよ、ちゃんと。うまいキャストして、あの、ちゃんと釣って。ね、うん。たぶんね、センス自体は、魚心さんよりか僕の方が全然上。本当言うよね、言うよね。カメドの方がうまいけど、カメドの方がすぐにさ、嫌になっちゃうからダメなんで。うん。誰か撮ってくれる人いないの？友達とか。一緒に行く人いないの？無職のやつなんて殺されてないっすよ、そんなに。え、ほんと？でも、うちの方江戸川とかでみんなほら何日に行こうとかっていう夜集まってなんか行ってるよ、友達同士で。私今度連れてってって言って、うん、あの、ハゼとか連れてって、私もう言ってるもん、海連れてってください、連れてってくださいって言ってるもん。うん。僕はそうやって行かなくて、行かないとダメよ。ちょっと人間的に問題あるんで、友達は、ね、ダメです。まあまあどうなんだろうね、そこはね、人間関係はね、私もあるけどさ、なんか別になんか大したことないよ、魚に比べたら。魚に逃げられるより人間に逃げられてる方が全然へでもないわ。うん、まあ男の人って大変かもしれない。いや、島田さん、いや、いいっすわ。なんか俺、島田さんであったら俺、なんか惨めな思いしそうだからいいや。でも、どんどん関東勢の人と、あの、一緒になって、こう、ちょっと、こう見たらいいじゃん。お友達になったら、まあ、編集とか分かんないとか聞くとか。うん、私もこの前、まあ、もう一人 YouTuber の人と、ファミレスでちゃんとこうやって編集の仕方私を教えて帰ったよ、うん、来てくれたお礼に、ね、うん、なんか家族とか近所の友達とかに気軽にパソコン消える人がいたらすげえいいなと思うんですよ、うん、僕調べても分かんないですよ、うんうん、全然。いや調べても、じゃあパソコン持ってあれだよ、あんなったらあのうちの方まで来ないよ、パソコン担いで。うん、来ないですよ、ないちょっと枝ちゃんとコラボマジで前向きに考えようよ。いけないですよ。いやでも本当にスマホ編集でいいんだったら、本当一日あれだったら、あの Android、iPhone？ うん、だあれ動画どうしよう。どっち？iPhone。どっち？iPhone の。iPhone か。まあ iPhone でもあんま変わん。気にます。あ、そっか。そうね。まあまあできるんじゃない。ストレージいっぱいじゃなければ。うん、切って貼り付けるぐらいはできます。僕も、うんうん、文字入れられるの？いやできない。携帯でできます？それできるよ。何言ってんのよ。私の像とか見なさいよ。私あれだよ、まるちゃんの赤い狐の東洋水産のもちゃんと仕事してあれだよ、8万もらったんだよ私。携帯で企業案件だって。もうそうそのそのね、なんか受けちゃうバイタリーがすごい。いや受けちゃうっていうか、私依頼だって、依頼されてんだもん。だって動画依頼されてんだもん、やらなきゃこっちが企業さんの。そうだよそうだよ、これお金かかってるから。でダメ出し食らってすごいよ、テロップ入れたりとかさ、ここはモザイク入れてるとかさ、撮影許可とかさ。だって私あの北陸まであれだよ、撮影行ったんだよ、わざわざ新幹線乗ってカメラ助手して、うん、で写して
でその彼のやつをあの編集して、でダメ出し3回ぐらいやって、であげて、あのお金もらうんだもん。なんかすげえな、全く見えてこねえや、携帯電話するやつ。でもそれがスマホ1個でできるんだって。うん、それで興味を持ったらどん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 、うん、だからじゃあ私のキャスとかでそういう話を聞くとか、まあうちガジェット系が多いけど、まあそういう人たちいるから聞くとか、うん、ちょっと釣りと編集の人をかじるとか、あの見てみるよ、いいよ、 YouTube でいっぱい、私だって YouTube 見て編集とか覚えたんだもん。あ、じゃあその枝ちゃんさんはそういった映像とか、こういった携帯使ったことで配信とかいろいろされてますよね、うん、それひっくるめた月の平均額の収入ってどのぐらいなんですか？収入はまちまち、だから受ければあれだけど、うん、受けなかったらもらえないし、まあ、話じゃあ100万その人が稼いだらじゃあ15万円でも、いやいや、そんな稼いがなければ10万円の時は1万5千円、あ、うん、もう自分が受けるか受けないか、全体もらえるわけじゃないからね。うん、差し障りなければ、うん、教えていただきたいんですが、去年いや私通帳見てない。あ、でも確定個人事業主で確定申告したよちゃんと。100万はね、以内には納めた、100万以内には納めた。私自分でほら旦那のお金ももらってるから、うん。ああ、だから何十万とか稼げるんだ、すごいな。うん、稼げるよ、稼げるよ。やる気になれば。で、自分も物販もやってるし、だから、うん、ヤフオク、メルカリ、ラクマ、ね、この前はモバオク、うん、あとジモティ、うん、で、いらないものは売る、通信費は削る、食費は考える、塩分も考えて、うん、って言って削るとこは削ってる。でタダでできる、じゃあマネタイズコンテンツは何だろうって言ったら、ツイキャスで好きな釣り、タダじゃん釣りって、ミミズもそこら辺で捕まえられるから、お金かけることはないじゃん。別にペヤング食うあれでもないし、ペヤング買うお金あったら釣り行くもんね。それでお茶バッグ何でもらって、やっぱお茶バッグ溜まったから、じゃあお金何万円になったから、私企画で仙台行くよっていう話になって、1週間これから仙台に行く、うん、で竿も買って買わしていただいて、私の釣り具みんなお茶箱からいただいて、アマゾンギフトいただいて、あのあれだもん、買わしていただいてんだもん。だ釣りしないと、これも仕事さ。すごい。カメドン、カメドン、やる気になってきた。ちょっと今聞いたばっかりじゃないですか。ちょっと不安。あ、だからのんきそうに釣りしてるババアだけど、裏にはちゃんとこういうことがあるよっていうことです。それを考慮に私の動画と私のライブに来ていただければわかると思います。はい、わかりました。それだけ。じゃあそろそろお迎えなんで、ありがとう。ごめんね、なんかね、うん、ま、ただね、もう本当いい師匠がいるからカメドンもったいないよっていう話、ちょっと頭の隅にあの漁師さんの言葉を言っとかないと、見放されてもうお話できなくなったら、あのもったいないよって、みんな こうやりたくてしょうがないんだから、上がりたくてしょうがないんだから、うん、それだけです。みんな上がってこないですよ。ちょっと待ってください、みんな上がってこないですよこれ。上がるに、あなた敷居が高いのよ。あんたくらいでよ、ずか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 仕事しないで上がってるんだからさ。そういうもんなのね、そういうふうに思って、うん、そういうことです。はい、ありがとう。じゃあそういうことで、はい、お邪魔しました。はい、またね、バイバイ。バイバイ、はい、また見に行きます。 ありがとうございます。カメドンさん、説教になっちゃったね。でも声が大きすぎて聞こえなかったもん。そんな聞こえるでしょ、枝ちゃんパワーあるから。めちゃめちゃ声大きかった。そうだね。いやー、すっげえな。ただもう本当になんか少しでも金に変えられるものは金に変えてやろうみたいな。いや、枝ちゃんはもう生きる力を感じたな。あ、すいません、お茶バッグありがとうございました。いや、だから枝ちゃんは多分聞いてて、カメドンの話を聞いてて、むずがゆくなったから上がってきたんじゃない、こんな野郎って言って、うん、頑張れよ、うん、すげえわ。携帯電話で全部やってるって。だから
インターネットで稼ごうと思ったら、いろいろ自分で調べないといけないんじゃないかな。自分で。こんな感じだったんですか？え？高橋さんのスタート、高橋さんのスタートもこんな思いでやってたんですかね。いや、俺は。すげえバイタリティだ、本当に。じゃあ、だから、俺はタクシー運転手を辞めたかったから、うん、収入が少ないじゃん、タクシーって。18万円しかないから、うん、それを脱出するために、頑張ってたらなんとか稼げるようになったよってだけで。ああ。亀戸さんは、うん、何？いや、俺みたいな人間の尊敬を集めるのはこの手の話ですよね。うん。面白かったかも。いや、ちょっとやべえなと思って、思っちゃったな。何がやばい？大したもんだなと思って。うん、だってこんなことで金にしていこうなんてさ、あんまり思いつかないよね、うん、普通に。いや、だからすげえバイタリティだよ。だ、亀戸もバイタリティ持ったら俺はちょっと物事慎重にいくタイプなんで、簡単にできるだとかできないとか言わないっす、うんうん、ああ、そうかそうか、うん、で、そう、簡単にやっぱしカメラをもらってどうのこうのっていうのはそんな簡単にハイハイもらっていいもんだと思ってないし、それもらったらその責任としてそれ以上のものを相手に提供しなきゃいけないと思ってるし、そんな簡単な話じゃないと思ってる。提供したらいいじゃん。まだそのための知識は何もないんだから、それできないっつって、うん、あ、だからあの、うん、俺からカメラもらったらその恩着せがましく一生グズグズ言われるって。いや、そんな、それは冗談で言ったん、それは冗談で言ったん、それは冗談で言ったけど、それに見合う、それに見合うか、それ以上のものを渡さなきゃいけないっていう気持ちはあるんで、今の俺の心の状況じゃそんなこともできないし、技術的にも心の状況的にも、まあ、環境的にもそんなことはできる状況は揃ってないから、安易にそんなのは受けられないし、で、簡単にここで YouTube でやっていくだとかなんとか言って、その約束を簡単に保護してやることも俺にはできないし。真面目なんだ、亀戸。いや、だから、YouTube は、今頃分かったんですか？いや、だから、YouTube は、いきなり、月収100万取るのは難しいから、月収1万円から行こうねって話を。やるならね。やる気があるならば。ただ、ここで、散々、いろいろアドバイスもらって、うん、自分のちょっとこう楽しむ娯楽も与えてもらって、その人たちに対して何の答えも出さないままだったら非常に申し訳ないってことで、ちょっと YouTube の動画は上げさせていただきました、うんうん、いやいややってたってこと。いやいやじゃない、いやいやじゃない、感謝の気持ちだとか、ああ、僕なりの答えとか出さなきゃいけないんで、いやいやじゃないです、それ出してました、うんうん、まあまだまだその程度の段階です。まあまあ、その前に、その、働きたくない病っていうのがちょっと。いや、またそっちの話だし。結局そこじゃ。俺がなんとか自分をかっこつけてると、なんか潰しにかかってくる。いやいや、潰してなくて、いやだから、いきなり YouTube で収益で生活を立てるのは無理ですよ、もうね。いきなりは。うん、1年かかると思うんで。うん、いや、1年間は、うん、なんか違う方法もいろいろあるみたいじゃないですか、もっと小さくやって稼ぐみたいな。いや、だから そういうその枝ちゃんみたいに、そういうなんていうのかな、その動画編集とかそういうアルバイトで多分どっかであるんだろうね、うん、仕事が俺分かんないけど、うん、でそういうのを自分で探してくるのもいいだろうし、ただカメドンはまず、そう、ツイキャス魚釣りライブでもいいし、それをあの動画にするのもいいし、さっきのね、うなぎがめっちゃいいよ、カメドン、うなぎ。やっぱしみんなこう、サボってる人間ってのは許してもらえないもんなんですね、結構。そう、説教ですよ、そんな、サボるなんて。だから、みんなに、もう、カメドンなんか、また疲れちゃった、これで。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。今日は企画的に大丈夫。菊池さん結構きつかったけど、うん、嘘やん、きつかった菊池、優しかった、まあ、あの最後お腹痛くなっただけですけどね、ただちょっとこう、うん、
下ネタねえと全然話のコミュニケーション取れないじゃないですか。うん、トラインがちょっと今回は下ネタ言っちゃったら菊池さんのイメージダウンにもなるし、この場の雰囲気崩すなと思ったから下ネタ封印して行ったんですけど、ちょっと下ネタ封印するとちょっと厳しいですね、うん、あ、そうそうか、うん、長い夏休みもったいないそうですね、うん、で俺はさ普通にエダちゃんとカメドンのコラボ見たら笑えるからさ、カメドン頑張ってるなーってやってきたら一回、うん、やっぱり、うん、え、そうですね、やっぱりちょっと本音がちょっとチラチラ見えて、うん、普通に面白いから、うん、そう、遊んでる時間も枝ちゃんと普通にコラボさせてもらって、でその時動画撮ればいいじゃん、うん、今日は枝ちゃんとうなぎ釣りに来たでもいいし、それでまあただまあ一つの動画のネタにもなるし世間も広がるよ、うん、うん、ただ枝ちゃんさんっては本当すげえな、ちょっと学ぶべきところはすごいいっぱいありそうだな、確かに、まあパワーがあるよね、カメドン負けてるパワーが、俺に足りないのそれだもんね一番は、そうそうそう、なんか前向きさがないよねカメドン、チャレンジ精神というか俺本当自分とまるっきし逆な人間見せされたの久しぶりだな、うん、道場破りに来るって、うん、カメドン、じゃあ俺と枝ちゃんはとりあえず OK もらったからカメドンコラボ OK だよ、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ本当に、うん、何が嫌なの、いや嫌じゃん、だから顔が嫌なんだったらマスクとサングラスで顔隠して帽子と、ちょっと待ってくださいよちょっと、ええ高橋さんコラボする、まず高橋さんもコラボしてあげてください、いや、いいよ、本当やってあげてくださいよ、いやただ枝ちゃんさんにちゃんとチャンスあげてくださいよ、いやだからいいよコラボしてもいいけど、その緊急事態宣言が終わった上で、うん、こっちに滋賀県とかこっちの方に来るチャンスがあったらコラボするんだけど、いい俺は枝ちゃんさん OK 出ましたよ、いやいいっすよ高橋さん金なる、金あるんだから江戸川まで来てくださいよ、いやだから今緊急事態宣言でしょあ、うん、当分は1、2ヶ月はダメでしょ、だからあ、琵琶湖行くよって言ってる、あ、よかったですね、うん、だから琵琶湖来た時にその緊急事態宣言じゃないタイミングだったら、うん、あの連絡してもらったら行きますよ、はい、ただ僕 VTuber なんで、あの体出してないんで声だけの出演になっちゃいますけど、そこの点了承 していただければ、うん、そうそうそう、あ、福井でもいいですよ、ね、福井で連絡してもらえれば、そう、嫌なこと押し付けちゃダメだからね、姿出たくないって言うんだったら、うん、姿出ない方がいいですよ、いやだから VTuber ってことうん、でカメドンは出そ う, うカメドンは出そうわけわかんない、だから俺だって自分がやらのって、いやだから俺は別にさ俺は別にさあれだよカメドン、なんていうのかな、それは本当に数字だけ追い求めたら俺顔出ししてやった方がちょっと伸びる可能性あるんだけど、まあそれは俺 VTuber でやる、何何よ高橋さん、今俺の顔とか何もわかんないでしょ、わかんない、もしこれで俺の顔が半分崩れてて、うん、すごいコンプレックスを持って、うん、それとも自信になってネットでしがみついてるやつかもしんないっすよ、だったらサングラスとマスクで顔隠せばいいじゃんコンプレックスがあるならまあ実際そんなことはないですけど、でもまあ相手は見えないんだからその可能性もありますよ、うん、でカメノンはさマジでできない理由を探しすぎなんだってできない理由を探すプロだから、うん、そんなそうだな、あのね前働いてた会社が、うん、あれやってみろこれやってみろで、うん、結局、うん、なんかその失敗しちゃったりだとか、うん、で僕がちょっとこれは、うん、やめといた方がいいんじゃないかってなったらこっちのアイデアをやった方がいいんじゃないかって言った時、そのできない理由を言ってみろってずっと結構言われ続けてたんですね、うん、それかもしれないです、うん、今思い出した俺だからカメドンがね、うん、今のままでいいならいいだろうけど、うん、まあちょっと、まあ、そうですね、ありがとうございます、頑張りましょうよ一緒に、いやまあちょこちょこ動画出していきますよとりあえずちっちゃい動画、うん、まあまあまあね、ちょこちょこマイペースにやって、はいはい、カメドン今日説教されちゃったね、眠れなくなるこれでまた、いや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 、江戸ちゃんさん
枝ちゃんさん面白いですよ、すごい。枝ちゃんさんパワーあったの。ああ、すげえ。カメと何やってるんだって。なんでやらないんだよって。ぐず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 言って。ぐず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 。いや、本当腹立つからな、俺見てるの。もう、だって YouTube 普段でなんか、しまいにはさ、結局さ、しんどい仕事は嫌だっていうことやったん、結局、あの、コン詰めて話してったら。あ、そうだ、やっぱり、工場で。ちょっと冗談で言ったんだけどね、あれは。あ、マジで、あ、そういうの分かってるのかな、結構人からは。いや、だから。俺は冗談の。まあまあいいけど、3ヶ月休んで、来年から始めても仕事を自由にしたらいいけど。あ、で、枝ちゃん多分俺のこと全部知らないと思いますけど、僕も、うん、その自分の得意分野でちょっと小銭稼いでるんですよ。金売ってね。まあまあ、それだけか分かんないですけど、うん、まあそういうの少しやってます。ただ、全然枝ちゃんさんほどパワーがない。うん、すごいと思う、本当に。だパワー持ちましょうよ。そうですね。うん。